どうも、みなこです。今日はですね、私が、彼氏の友と交わしている業務委託契約についてお話をしようと思います。みなたびチャンネル。この YouTube チャンネルは私がメインでこうやりたいことをやってるんですけど、編集は彼氏の友にお願いをしていて、であとはたまに出てもらったりもするし、一緒に作ってきたっていう感じなんですけども、チャンネルを始めようって言った時に、いつか収益が出たらちゃんと分け合おうねって話をしていて、そういうこともあって、私は個人事業主なので、ホームページとか作る時にお客さんと業務委託契約書っていうのを交わす時があるんですけども、そういうひな型をねちゃんと持ってるので、はい、この、ま、真下にね本名がフルネームで入ってるのでここまでしかお見せできないんですけど、割引も入ってちゃんとした契約書を作ってます。裏面はここは見せても大丈夫かな、こんな感じ でこの下に2人のサインが書いてあって、そういう風に業務委託契約を交わしてビジネスパートナーとしてこのチャンネルは運営してます。こういうのをちゃんと作っておいて、プライベートと仕事っていうのはきっちり分けておいた方が、関係が長く続くと私は思っています。でそれを教えてくれたのは私の友達のナミちゃんなんですけど、ナミちゃんが制服リユースのお店をこれから作りたいっていう時に私たちは出会って、で私はナミちゃんに一目惚れしてすごく仲良くなったので、ホームページはタダで作らせてって、って言ったんですよ。お手伝いしたいから作らせてって、その代わりにね、私が作ったんだよって宣伝してねっていう下心はねちゃんとあって、それも全部話してあったんですけど、宣伝してくれたらいいからタダで作らせてって言ってたんですけど、ナミちゃんはそれはダメだってきっぱりと言ってくれて、自分のこう仕事としてやっていることを友達だからって言ってこう提供してしまうと後々の関係が崩れていきやすいっていうふうに言ってくれて、みなこと長くね関係を続けたいからちゃんと支払います、仕事としてお願いしますっていうふうに言ってくれて、多分ちゃんとしたね経営者さんたちだったらそれは当然の考え方だと思うんですけど、私はもう本当に個人事業成り立てでそんなこと全然知らなかったんで、もう好きって思った人は家族同然に思ってしまうから、親とかにね年賀状のデザインとか作ってあげるのってもう普通にやるじゃないですか。だからもう本当にそういう感覚でやるよって言ってしまったんだけど、でもナミちゃんはそれはいけないよって教えてくれて、本当に今になって思うんですけど、あの時にちゃんとナミちゃんが私をビジネスパートナーにしてくれたおかげで今もいい関係がね長く保ててるんだなって思います。すごく多分最初にナーナーでタダでやってしまうと、今まで無料でやってきたのにいきなりお金ちょうだいって言いづらいなとかで、頼む方も甘えちゃってね、どこまででも頼んでしまったりとか、まあ、そういうので小さな亀裂が生まれていってしまうんじゃないかな。今ならすごくわかります。だから私は今は好きな相手ほどビジネスはビジネスできっちり分けてお話をちゃんとするようにしてます。なのでともとも、ちゃんと契約書を交わして、収益の何パーセントを業務委託として支払いをしますとか、支払いは毎月月末ですとか、こうなったらこうしますとかで、これを、やっとくことで、もし恋人としてとね関係が終わったとしても、その先もビジネスパートナーとして関係が続いていくんじゃないかなと思っていて、そしたら寂しくないなっていうふうに思ってます。全然別れ話は今のところ出てないので、はい、もしもの話なんですけど、他のねカップルチャンネルとかやってる人たちは本当どうしてんのかなってすごくね気になってるんですよね。でもそうやってね別れる時のことを考えちゃってるから私はダメなのかなと思いますね。別れるつもりがなければこんなこと考えなくていいんだもんね。というわけで、とにかく、私は、関係を大事にした相手ほどビジネスはビジネスとしてやるようにしてますということです。はい、何か参考になれば幸いです。今日はここまでです。ではまたね。